健介さん、はい、いよいよ最後ですね。そうですね、うん、まあ本当に、まあ、同じリングに立つの今日が最後、うん、やっぱり僕もね気持ちを引き締めて、務めさせていただきたいなと思いますね。やっぱり健介さんと小橋選手といいますと、あの東京ドームというイメージがありますが、はい、うん、やっぱりあの試合の前まではやっぱりね、うん、もうなんか交わることがなかった、うん、違う団体にいてそこに壁があって戦うことはなかったですけども、うん、まあ、でもあの戦いがあったから、うん、今の自分もあると思うし、やっぱもうあの戦いっていうのは自分にとってすごく、うん、大切な試合でしたね。健介さんにとって小橋選手というのはどういう存在ですか？うん、そうですね、まあ、自分よりもね、もっともっと深い関係の方いらっしゃると思いますけども、でも、まあ、自分の中ではやっぱり、うん、自分のライバルであり友でありという、うん、なんかとこうプライベートっていうよりも戦いを通じてそれを感じられた仲だと思ってますね。あのライバルというのは分かるんですが、その戦いを通じて友情も育まれましたか？そうですね、まあ、気持ちのまっすぐな方なんで、うん、やっぱそれがもう本当戦いの中でも、うん、現れてた。やっぱりね、東京ドームのあのチョップの打ち合いにしたって、もうチョップがただの技じゃなくて、そのチョップに言葉が入ってる、気持ちが入ってる、そんな感じだったんですね。うん、うん、でも本当なんかそれを経験できたことで、なんか自分の中でそういう気持ちになったっていうのがありますね。今日はその小橋選手と同じコーナーに立ちますが、うん、まあ反対側じゃないですけど、でも同じコーナーに立ってても、まあ味方ですけど、やっぱり小橋健太、佐々木健介にしかできないその空気っていうのかな、そういうものを感じながらね、一緒にこの引退試合っていうのをね盛り上げたいと思いますね。まあ、今日本当に小橋選手最後になってしまいますけど、本当に今はどんなお気持ちですか？いやもうすごく複雑です。はい、もう悲しさもあるし、うん、すごい複雑ですけど、でも、うん、小林選手の期待に、ね、応えられるような、うん、パートナーでありステージ試合にしたいなって、うん、まあ、それが第一じゃないかなと思いますね。ではファンの方あるいは小林選手にメッセージをお願いします。今日の引退試合で自分の気持ち全てを、ね、出し切って引退試合をね務めさせていただきます。まあ、自分の中でもやっぱり悔いを残したくないんで精一杯やります。期待してます。はい、ありがとうございます。